パン小麦、麺放小麦あるいは普通小麦は栽培種の小麦の一種である。種商名のエイスタベムはラテン語で夏のを意味する。人の選抜により非常に多くの小麦の品種が生まれている。この多様性は小麦の命名において混乱を招いている。これは命名が遺伝的及び形態学的特徴の双方に基づいて行われているためである。詳細は 小麦の分類を参照のこと。パン小麦は、異質6倍体である。脱穀が容易なパン小麦は、脱穀しにくいスペルタ小麦の禁煙種である。スペルタ小麦と同様に、タルホ小麦由来の遺伝子により、パン小麦は、ほとんどの小麦よりも優れた、体寒性を獲得しており、世界の温帯地域の至るところで栽培されている。パン小麦は、関心予初期の間に、西アジアで、 初めて栽培化され、戦死時代に、ここから北アフリカ、ヨーロッパ、東アジアに広がっていった。小麦は16世紀にスペイン人宣教師によって初めて北米にもたらされたが、穀物の主要な輸出国としての北米の役割は1870年代にプレイリーの植民地化から始まった。第一次世界大戦中、ロシアからの穀物の輸出が止まると、 カンザスの穀物生産量は倍増した。世界的にパン小麦は現代の工業的パン焼きとよく適合し、特にヨーロッパでかつてはパンの原料として一般的に使われていたその他の小麦や大麦やライ麦にとって変わった。現代の小麦品種は茎が短い。これは細胞を伸長させる植物ホルモンであるジベレリンに対する植物の感受性を減少させる。 RHTY 遺伝子の結果である。RHT 遺伝子は日本で育成された小麦品種の小麦農林15からノーマンボーローグによって1960年代に現代の小麦品種に導入された。多量の化学肥料を与えると茎が高く成長しすぎるため、風邪などによる倒伏を防止するために短い茎が好まれるからである。また、茎の高さを適度に保つことは、 機械化された現代的な収穫技術に適合させるという意味でも重要である。小型の小麦の保護型の小麦はパン小麦の禁煙種であるが、より小型の方を持っている。これらの種の保軸部はより短いため、コボはより密に集っている。小型の小麦は単独種ではなく、しばしばパン小麦の亜種とみなされている。ありがとうございます。